スタンドをつかめば肉体も動く。これでこの体を走らせる程度の動きはできるぞ。攻撃されると全員固まるんだ。時を飛ばされ。まさか。なんで俺たちを攻撃しねえで走ってるんだ。奴はすでに観察して見つけてるぞ。レクイエムから矢を取り上げる方法を。時間がない。今はそれが優先なんだ。ミッサー撃て。絶対に先に行かしてはならん。もたもたするな。自分の体だと躊躇している場合ではない。違う、もう撃ってるぜブーチャラティ。すでに6発撃ったらしい。奴は時を消し飛ばしながら走ってる。弾丸のコースは予知されているんだ。おい、矢を奪われたら俺たちの負けだ。あの影だ。なぜ誰も矢に触ることができないのか。このディアボロの考えに間違いなければ、私が動くとレクイエムの影は太陽とは無関係に常に私の反対側へと動く。ということは、あの男の目にはこの私の方向に影が伸びてるはず。ブチャラティの目には影はレクイエムの前方に伸びてるはず。つまりこの影はその人間個人個人が見る影なのだ。レクイエムの謎はこれだ。一人一人の精神を操れるのはこれが理由なのだ。こいつは人の心の影。レクイエム自身が俺の心の影なのだ。だからこいつを攻撃することは自分を攻撃することになる。この影を取り除けば矢は手に入る。そして影があるのなら自分だけの光がどこかにあるはずだ。奴はまだ矢をつかめてない。突っ込むぞミスター。光は己の精神の範囲だ。やつは自分の頭の後ろで何かを破壊したぞ。何をやったのだ。掴んだぞ矢を。このディアボロが掴んだ。ディアボロ。